中通り商店街の皆さん、またお買い物中、ご通行中の皆さん、日曜日の夕刻、この商店街にお邪魔いたしております共産党都議会委員候補の曽根はじめでございます。すみません、ご通行中のところ、今回は中条の町にとって大変重大な都議会選挙ということになります。この地元の出身の自民党の幹事長さんがもう率先して大型道路を3本、それも再開発絡み、そして埼京線の高架化によって線路をずらすための道路など全体で500軒近い建物を立ち退きさせるということで計画を推し進めています。人口の大体2割ぐらいが中条の町を出て行かざるを得ないということになりますけれども、これは商店街の営業にとっても大きな影響があり、また特に大型道路の補助73号線十条銀座と並行してこの向こう側を通りますので、これによってこちら側のお客さんが全然向こうに行けなくなると、行きにくくなるということなど大問題が起きると思います。住民の皆さんや商店街の声はほとんど聞かないまま国の認可も取っちゃったんだからしょうがないじゃないかということで推し進めていますけれども、これでは皆さん納得できません。ご商売を守り住民の暮らしを守ると、このために北区では候補者の中で私曽根はじめがただ一人道路の見直しということを訴えております。ぜひ皆様のご支援を受けてこの十条の町を壊すような再開発や道路計画についてはストップをかけられるように頑張ってまいりますので、最後の最後までのご支援、大激戦ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。曽根はじめです。